どうも、セリカスイミングのセリカです。本日の動画はこちら、S 字は進むクロール上級者の手の書きテクニック4選をご紹介していきます。皆さんはクロール S 字か I 字どっちで泳がれていますか ?I 字はどちらかというと選手がめちゃくちゃ早く泳ぐために使う軌道。 S, S 字は速くなくてはいいけどどちらかというと楽に長く泳ぎたいそんなクロールに向いた軌道になりますこのスリカスイミングのチャンネルを見てる方はどちらかというとクロールをゆっくり長く泳ぎたいっていう方が多いのではないでしょうかそんなあなたに向けて 本日は S 字の書き方のテクニックを4つご紹介していきます。動画の後半にはその S 字起動が綺麗にできるような3つのおすすめの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。スリカスイミングでは随時パーソナルレッスンも受け付けております。概要欄に予約欄がありますので、そこからぜひご予約をお願いいたします。それでは行きましょう まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、蛇行させた軌道。2、肘を使う。3、水をたくさん捉えるには。4、ローリングとの関係。そして最後におすすめの練習方法3選をご紹介していきます。動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。 1>, 1つ目蛇行させた軌道についいててご紹介していきます1左右対称に S 字を描く2肩幅よりも大きく3書き始めで水をつかむということでまずは S 字とはどういう軌道なのかと言いますと水中での手の書き方をちょっと蛇行させた感じの軌道を S 字と言います基本的には左右対称に S 字を描いていく形にはなります 最初は外側に大きくカーブを描いていきますそこでたくさんのお水をつかんだ後最後は軽く外側に描いて S 字が出来上がりです S 字の軌道で一番重要なのは最初の書き始めここでたくさんのお水をつかめないと S 字は無駄になってしまいますのでできるだけ大きくカーブを描いて 肩幅よりも大きめに描くことが重要になってきます動画の後半でまた説明しますが基本的にはローリングが含まれているのでローリングも含め肩幅より大きく描くのをお勧めいたします2つ目が肘を使うということについてご紹介していきます1じめのカーブで肘を立てる2背中で泳ぐため3体を乗りやすくするということで2つ目が肘を立てる 肘を使ううとということですねどこで使うかというと最初のカーブ外側に描く軌道の時に肘を立てて行っていきます。 基本的には肘は同じ場所に残す。まあ、書き始めの位置、一番前にあると思うんですけど、そこからそんなに引かずに、初めのカーブを描いていく。まあ、この動かし方っていうのが、実は結構難しいんですけど、これをやる理由としては、できるだけ肩を疲れさせないために行っています。まあ、肩が強ければ別にそこまで気にする必要はないんですけど、選手は絶対肘を曲げてクロールは行っていますので、ぜひ初めのうちから健康 肛骨をちょっと意識して肘を立てる軌道でやってみてください3つ目水をたくさん捉えるにはということについてご紹介していきます 1. 大きめにカーブさせる 2. まっすぐほど捉えられない 3. 大きさは人によるということで、一番最初にご紹介しました。やっぱり S 字で一番大事なのは最初の外側に描くカーブなんですけど、ここでできるだけたくさん水を捉える必要があります。この一番最初でたくさんお水を捉えてしまえば、あとはその捉えた水を後ろに送るだけ軽い力で終わらせることができるので、この最初のお水をつかむ感覚っていうのをできるだけ たくくくささん練習ししててておくようにしてみてくださいコツとしてはででききるるだけ大きめにカーブをさせとということですすごい小さいカーブだともう愛字にほぼ似てる状態になってしまうのでそれだと結局は肩を使った軌道水をそんなにたくさん捉えられる軌道ではないので、まあ、人にも大きさはよりますが最初は大きめに外側に描いていただいてそれでもお水をつかんでる感覚がないなという方は徐々に小さくしていくのをおすすめいたします。 4つ目はローリングとの関係についてご紹介していきます1ローリングを含めて肩幅より外側2内側に来ないように3バランスが崩れるということで最後はローリングと S 字との関係なんですけどクロールを泳ぐ際は必ずローリングっていうこの左右の傾きの動きが出てきてしまいます このローリングっていう動きを考慮して必ず S 字は肩幅よりも外側で行うようにしてみてください普通の何もしていない立っている状態で S 字を描くよりもローリングを描いた状態の S 字ってなると結構外側で描かないと手が体の内側に来てしまったりしてそれでバランスが崩れることにもなってしまいますので自分がイメージしているよりも3倍ぐらいは大きめに S 字を描いてみるのもおすすめいたします ということでおすすめの練習方法3選をご紹介していきます。まず1つ目が犬かきになります。こちらは2つ目でご紹介しました肘を使うかき始めの練習になります。どうしてもやっぱり肘を立てるとか肘を使うっていう動き意外と簡単そうに見えるんですけど 意外とでででききない動きではあるんですねほとんどの方が肘から後ろに引いてしまうっていうパターンが多いんですけど肘から引いてしまうデメリットとしてはなかなか力が入らない指先に力が入りにくい状態になりますので、まあ、全然お水をかけなかったり長距離泳ぐ体力がなくなってしまいますなので肘を立ててかけ始めができるようにこのように頭の上で犬かきを是非やってみてくださいとりあえず前に進めれば大丈夫です この際、肘は絶対に引かないように練習をしてみてください。二つ目のおすすめの練習方法がスカーリングになります。先ほどの犬かきができるようになった方はぜひ今度はスカーリングにチャレンジしてみてください。このスカーリングは手でしっかりと水を捉える練習になります。感覚の練習なので、進み自体はものすごく悪いです。 私もスカーリング今でも進みは悪いんですけどそれでも全然十分練習にはなっているのでしっかりと指先にお水の重さを感じながら是非スカーリングをやってみてくださいやり方は片手ずつで前から見て8の字を描いていきます横に外側に描く時に前に進むような感覚で是非やってみてください内側に手を戻す時は別に前に進まなくても大丈夫です そして最後にお勧めするのが平泳ぎになります。こちらは普通にに平泳ぎななりますなんでこの平泳ぎがクロールの練習におすすめかと言いますと最初のアウトスイープ S 字の最初の外側に描くカーブはこの平泳ぎの描き始めと全く同じ動きになります。クロールだけをとにかく練習するのも間違いではないんですけど もっとクロールを楽に進めるようになりたいのであれば平泳ぎだったりもしくはバタフライだったりバタフライ自体は練習がきついと思うのでぜひクロールの練習プラス平泳ぎもぜひやってみてくださいということで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございましたスリカスイミングでは随時パーソナルレッスンも受け付けておりますのでご予約の際は概要欄からチェックをお願いいたします それではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ